はい、こんばんは、山城と申します。と言ってもね、実はまあ、おはようございますの時間ではあったりするんですけどね、朝の4時、どっちだ？朝の4時っておはようございますの、おやすみなさいなの、怪しいんだけど、今、朝一始発でね、乗ってく、撮影に行く前にね、撮っておかないといけない、これ、山田計算会の後半戦ですね。3月分ですね。3月分の2月のデータを見ようっていうことですね。2023年2月のデータを見ようというやつの YouTube 編があまりにも長くなりすぎて、今、編集終わってるので第何回まで来てるんだったっけな。編集終わっているのが第13回まで来てるってことで、今から第14回を撮っていくんですけど、やっとこさ、YouTube の方の振り返りが2020年いっぱいですね、12月分まで終わって、さあこれから2021年のやつを見ていこうというわけで、今13回まで来てるというわけでございます。つまり何が起こってるのかというと、あまりにも時間がかかりすぎていると。ただしかしですね、これね、かかるんですよね。まだこれから、まだ、前菜ですからね。どん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 と、本筋のところに入ってくるんで、多分今日も2時間は撮影かかるだろうなと思ってるんで、今4時から撮り始めて6時でね、6時の始発の電車に乗ってくっていう算段ですけど、最悪始発乗り遅れるつもりでいますので、よろしくお願いいたします。放送は10分ごとに切るんでね、おそらく4月はもはやこの決算会だけで終わってしまうんじゃないかという、他の動画の、ね、収録が、ちょっとそのあたりもね、ちょっと後々ちょっと話していこうかなと思うんですけど、今、とりあえずちょっとちらっと言えることは、とかもう動画上がってるか分かってるのか、ショーツの動画がね、こう、ボロボロと入ってきたじゃないですか。このね、やつがね、なんやかんやとその、何？ちょっとね、1本あたりかかる収録もやけど、収録はそこまで変わってないんや。編集の方ですね。編集の方が言うて、一度切り出しをして、再加工してっていうようなね、感じの人ってもこういうようになって、その結果ですね、動画の本数は増えてるんですよ。それをエビデンス用と言って放送してとかっていうのも始めてるんで、その結果でですね、なんかね、ありえないような数、1日あたりの本数がありえない数になってきてしまってまして、なんか、1日3本投稿がデフォだよねみたいなね、なんか感じになってきてるんですよね。多分この動画が上がる頃にはその1日3本デフォみたいな感じになってるのか。そうすると、1月30日としてね、90本は動画が上がり続けるというね、なんかね、なんか向きの向かない計算になってるんですけどね、つまりね、くっそ忙しい日もね、1日3本は動画を作らないとね、走り続けられないっていうね。なんだろうな、これは。一体何のためにこんなに出してるんって感じになってるんですけど。まあ、とりあえず、今、うちのチャンネル方針としてはね、2000本までは、ダッシュかけるぞっていう感じでね、とにかく出していくぞっていう感じでやってます。まあ、2000本出して、そっから2500本から3000本ぐらいまでは、勢い継続していって、まあ3000本、4000本、5000本くらいの動画コンテンツになってきたら、精査をかけていこうかなというような感じで、やはりね、物量作戦はね、大事だろうということでね、そういうような感じでやっていきますよということでございます。それに合わせてね、ちょっとお伝えしてるんですけど、まあこれな、ね、俺は今朝からもそれに合わせて、ね、いろいろとデータリンクしていたとかね、どんどんこれより数が打てるだろうと思ったらね、違うんですよね。ちょっと予想以上に数が打てすぎちゃってるんですよね。これは怖いことだ。何かというと、この導入だけですでに4分話してる。こういうね、無駄話が多いというのがね、元も子もないところなんですけど。まあ、サブチャンですしね。もう、無駄話はもうガンガンしていくもんだと。じゃあ、仕方ない。20時間でも30時間でもね、撮影すりゃいいや、ということで。言ったらね、それで、と思ってたら、その編集でね、思った以上に時間が取られて、今日もね、14本動画作ってるんですよ。14本も動画、アップロードかける動画作ってるのに、
これでやっとこさ、一週間分の、借りが返した、ちょっと平日ね、忙しくてね、ちょっと疲れて、全然取れてて、作れてなかったんでね、その分の巻き返しようがないと思ってたんですけど、1日2本でも14本で、メイン動画は結局まだ作りきれてないところなんで、あとプラス7本作らないときね、なんなんでしょうね、このね、わけのわからないことになってるわけでございますね。で、そんな中でも編集もね、収録するのも信じてないときはないんで、まだ計算会、月日、決まってますんでね、これが口数にまたいる時点で怖い話なんですから、なんですけどね、うん。ただ、とにかくね、だからといってデータを見ないわけにはいかない。かといってね、飛ばしていけるかって言ったらね、それはね、見ていかないといけないデータがいっぱいある。話さないといけないことがいっぱいある。いくらでも話すネタができてしまうということなんでね。なら話すしかない。そしてそれをうちはカットしない。ね。なら使うしかない。なら、放送回数を増やすしかない。なら、一日の投稿本数を増やすしかないというね。まあ、仕方ないんですよね。ということで、これはね、必然的にね、そういう風になるわけです。これに何かしらのね、法則名をつけたいぐらいのね、勢いではありますけどね。まあ、何せね、夜中の4時でございますね。夜中って言ってしまった早朝、どっちのテンションでやりゃいいんだ、朝の4時はね、どっちのテンションでやりゃいいかわかんない。どっちなんでしょうね。夜中の2時、3時は、まあ、夜中テンションだっていう感じで撮るべきだと思うんですよ。4時って難しくないですか？そもそも朝の4時に収録してる人間ってどれくらいいるんだって話なんですけど、まあ仕方ないですよね。ちょっと動画のね、上げたりとかしてる準備しとったらそんなことになりましたよということなんで、早速ね、その最近のところね、2020年の12月までのデータを見てきたんで、2021年以降ね、これ以降のデータがどういう風になっていくのかっていうのを見ていくわけですけど、じゃあ2020年までのデータの振り返りを改めてね、ちょっとざっくりとここまでのところの流れを見ていくと、まあ、全体としては後伸び傾向が強い。その場でポンと伸びる動画というのがたまに入ることはあるけどっていう傾向がずっと続いてきて不明というのは見て取れました。で、全体的に見ると、派閥というかね、流れがボンとあって、